バズールカンダタの心をたくさんゲットしてきました。SA、BC、D、それぞれのランクの心をどれだけゲットしてきたのかをお伝えしようと思います。はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田さとしでございます。はい、サブチャンネルのドラクエウォーク、今回もやっていこうと思います。今回は今、イベントの強敵モンスター、バズールカンダタでですね、これの心をですね、たくさんゲットしてきたわけなのですが、SA、BC、D、それぞれの心をどれだけゲットしてきたのかというのをお伝えしようと思います。今出てるのがですね、モンスター図鑑の私のバズールカンダタのページになります。はい、これまで382匹倒してきたことになりますが、はい、そのうちですね、どれだけ心をですね、ゲットしてきたのか、というのをですね、今から攻防の方ですね、方を見ていこうと思います。というわけで、ちょっとね、画面の方を切り替えていきます。今ね、攻防の心グレードアップの画面ですね、こちらを出しております。で、バズールカンダタの心は、赤い心なので、その赤のね、心で、絞って、今、そのページを見ております。はい、ここになりますね。はい。というわけで、上の方からですね、SA、BC とですね、並んでいるわけでございます。たくさんね、ありますので、100個近くあります。100個以上がありますので、はい、1ページには収まらない状態になります。S がですね、5つあります。そして A が4つで、B がですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個ぐらいかな。はい。で、その下に C と D がたくさんあるという形になります。はい。というわけでね、こんな感じになりますね。はい。とにかくね、たくさんありますね。はい。で、ちょっとね、ここまで見てきてですね、それぞれの心が、どれだけあるかっていうのをですね、一覧にしましたので、ちょっとその数字を出していきます。こうなります。はい、S が5個、A が4つ、B が10個、C が43個、D が44個ということで、はい、合計が106個で、討伐数がですね、先ほどモンスター図鑑の方で確認したように382匹となっておりますということで、大体ですね、3、4回に1回倒すごとにですね、はい、バズールカンダタの心を、落とすということになります。バズールカンダタはですね、今強敵ね、複数の種類がいるんですけれど、ウィングタイガーとか、パンプキャビネットとかね、あるいは復刻の動く表像であったり、ナイトリッチとかね、いろいろとあったと思いますけど、いずれもね、バズールカンダタとセットで出てくるんですよね。なので、比較的バズールカンダタの心についてはですね、集めやすい方が多いんじゃないかなとは思いますけど、こんな感じになりました。S と A が大体同じぐらいの数だったんですよね。私の場合は S の方がむしろ多いという状態になっておりまして、あと C と D もですね、大体同数ぐらいになっておりまして、この辺もちょっとそういう感じの確率に設定されているのかなという感じは、しました。これで見るとですね、S が大体 5% ぐらい出るのかな。はい。C と D がそれぞれ 40% ずつぐらい、かなりね、大雑把な、確率ですけれど、そんな感じになるのかなという気は、しましたということで、はい、バズールカンダタね、コストが47で、はい、HP が29と、低めなんですけれど、力がね、コスト47なのに61もあるということですね。あと、斬撃、大義ダメージがですね、斬撃ダメージプラス5で、イオ系の斬撃大義ダメージプラス5になりますね。あとは、そうですね、ジバリアも斬撃大義ダメージプラス5ということで、低コストにしてはなかなか優秀な心ではないかと思います。あと、素早さ46で、器用さがね、86ということもあって、非常にアタッカーとしてはね、優れた心なんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今回ですね、私の、心ボックス、こんな感じに、バズールカンダタのね、ところはこんな感じになっております。はい、私のね、心ボックス、上限が1600までなんですけど、はい、今1588個とですね、かなり、埋まってきておりますので、ちょっとこのバズールカンダタの心はですね、S4 つ以外はですね、ちょっと整理をしていこうと思います。基本的にはですね、B で、
真珠ポイントに交換するのが一番いいみたいなので、C とか D の心はですね、合成をすること、グレードアップすることで、はい、B の心にして、真珠ポイントにしていこうと思います。はい。というわけでですね、まあ、今回の、私の、はい、バズールカンダとのね、心の、それぞれの S、A、B、C、D のランクのですね、ゲットしてきた内訳というのが、こんな感じになりますということをお伝えさせていただきました。はい、というわけで、まあ最高になるかどうかわかりませんが、参考になれば幸いです。もしよろしければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。